本命の時代だからこそ、今、私たちは、人材にならなきゃいけないって思ってるんですね。日本では、人材って言うと、こういう字をよく書きます。材料みたいなね。うん。わかります。でも、ここからまさに、人材にならなきゃいけない。うん、政府や政治、 だけに頼ったり、政府や政治に依存するのではなく、本当に自らが人材として立ち、その国難をどう乗り越えていくかってことを、やっぱり真剣に考える時に来てるのかなと思います。まあこれまでも、本当に日本人は、えー、数々の困難をですね、本当に自らの力に変えて乗り越えてきたっていう歴史があるわけですから、今こそ私たちが、 心の中の、あるいは細胞の中の DNA を発動させる時が来てるのかなと。そして一人一人が本当に人材として立つ、そんな大きな機会が来てるのかなと思っています。で、人材人材って簡単に言いますけど、まあ確かにそう簡単になれるもんじゃない。例えば、もう本当にこうレアな人材、もう100万人に一人の人とかになったら、それは当然、 そんな能力をもし発揮できたら、それは売り上げも上がるでしょうし、社会に必要とされるでしょうし、いいことずくめだと思います。でも100万人に1人なんて言ったら、それこそオリンピックのもう金メダルのアスリートレベルなわけですから、そんな簡単になれるものじゃないって思いますよね。ところが、私の尊敬する教育家である藤原和弘さんが、その著書の中で、100万人に1人になるなんて簡単だっていうことをおっしゃってるんですね。で、ぜひご紹介したいなと思うんですけども、 それって、掛け算でいいんだよっておっしゃるわけです。どういうことか。確かに自分のジャンル、例えば私で言うと講演家だったり、あるいはコーチカンセラーとして、あるいはセールスパーソンとして、100万人に1人の能力を発揮しよう。で、100万人に1人の男になろうと思ったら、なかなか大変だと。ところが、まずは、100万人に1人じゃなくて、100人に1人ぐらいの能力で構わないっていうわけですよ。例えば私を例にとりましょうか。私だと、 例えば1、一、講演家として、 講演家という職業が、まあ100万人いるかどうかは別として、講演家という職業の100万人の中でナンバーワン取ろうと思ったら、まあまあ大変ですよね。ところが、まあよくいる平均的な講演家と名乗ってる人の中でも、100人中1万ぐらいを取れるような、平均の中で1万ぐらい取れるぐらいの、それぐらいの能力を一生懸命トレーニングして身につけるっていうことは、まあそんなにめちゃくちゃハードルが高いわけではないかもしれない。で、これにさらに私で言うと例えば、 コーチングやカウンセリングっていう能力もあります。人の心をきっちりと分析して、人の可能性を広げたり、人の問題解決をしていくという能力ですよね。で、世界にまあコーチやカウンセラーという方がどれぐらいいるか、何人いるかはわからないですけれども、その100万人の中でナンバーワンはまあまあ難しいが、平均100人ぐらいの中で1位を取れるぐらいのしっかりコーチングやカウンセリング能力を身につけるってことは、それは できるかもしれないですよね。でさらに、セールスで考えると、 セールス能力も世の中にはもうバケモンみたいなセールスパーソンがいっぱいいます。例えば世界ナンバーワンセールスパーソンと呼ばれてるジョー・ジラードさんなんかはもう車のディーラーをやっているときはですね、もう1ヶ月に数百台の車を売ってしまったとか、もうわけのわからないそういうバケモンみたいなセールスパーソンもいます。そんな人たちを抜いて1位になるってなかなか難しいかもしれないけど、よくいる平均的な営業マン、セールスパーソンの中で1位を取れるぐらいのセールス力をきっちり身につけていくってことは、 頑張ればできるかもしれない。で、これ全部掛け算なんで、100×100×100 100 100。これでもう掛け合わせれば、100万人に1人のレアな人材になれるよっていう、そういうお話ですよね。今の時代は、確かに人々がよくいる人というよりは、レアな人材に心惹かれたり、レアな掛け合わせ能力を持っている人に、本当にこう、仕事を任せたくなったり、信頼しやすくなるっていう時代に、 入ってきてると藤原さんは言います。本当にその通りだなと。うん、100万人に1人、100万人に1人、なんだかこう、希少価値の高い、すごくレアな人材になるってことは、まあまあハードルが高いけれども、100×100×100 100 100の、100人中1万、100人中1万、100人中1万っていう掛け算で希少性を発揮するってことは、これは誰もが頑張ればできるかもしれないですよね。だから藤原さんは著書の中で言います。100人に1人ぐらいの人材になろうと思ったら、やっぱり1万時間ぐらいのトレーニングが必要だ。 うん、でもこれは、やっぱり。 少し前の話ですので、今の時代はどんどんスピードが上がってますし、私たちが情報を得たり、何かを学ぼうとしたときに、一昔前だったら、いちいちスクールに通わなきゃいけない、セミナーに行かなきゃいけないとか、通信でこう講座に通わなきゃいけないとか、そうしないとなかなか学べない時代がありました。ところが今は、オンラインでもって自宅ででもレベルの高い勉強ができたりですとか、あるいは YouTube の中でも、無料で有料級の情報をどんどん仕入れて、成長して学ぶことも、あるいは、いろんなテクノロジーを使って、 いろんなセッションをしたりお客さんの相対するそういう技術を学んでいったりってこともどんどんできます。ということは、かつては一流になるためには1万時間必要だと言われていたのが、今の時代は本当に1年、2年、3年必死に勉強したらそれぐらいのレベルに到達できるっていうことも本人の熱意次第では可能なんじゃないかなと思ってるんですね。で 100万人に1人の希少性を持った人材がまたどん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 増えていったら、それこそ人々がまた繋がり合ってどんどん幸せな時代が作られていくかもしれないですし、こうやって100万人に1人の人材になっていくことが、この混迷の時代を本当に生き切っていくために、そして多くの人々から必要とされ、多くの人々に幸せをどんどん分け与えていく、そんな存在になるために、とっても重要なことなんじゃないかな。ということを私は、 藤原さんの著書から学ばせていただきました。えー、混迷の時代だからこそ、これまでの材料ではなくて、本当に財産、宝物になる、そんな人材を目指し、自分自身の、まずは、例えば専門、自分が今学んでいること、自分が今必死に取り組んでいることの中で、まずは100人中1位取れるへの実力を発揮し、そして自分が、 より興味があって、これを勉強してみたい、これを極めたら、これを学んだらもっとみんなが幸せになれるかなっていうことを、もう一ジャンルまた必死に自分の中で学んでみたり。これだけでも十分1万人に1人の人材になりますし、さらにそれをもう一ジャンル増やしていけたら、100万人、もう一ジャンル掛け合わせたら、それこそ1億人に1人の人材になることだって、全然不可能じゃない、うん。自分自身が100万人に1人の人材なのか、1億人に1人の人材になるか、 それは皆さんの熱意と、そして学び方と考え方に全部かかってきてるかなと思います。今、えー、ステイホームなんて言って、家にいる時間が長いからこそ、この時間をだらだらと過ごすのではなく、何を学ぶか、どんな情報を仕入れるかっていうのは自分で決められると思いますので、一人一人が人前になれるように、これからも応援していきたいと思っています。 YouTube ご覧いただきましていつもありがとうございますヒロのメルマガ、ヒロメールはですね毎週月曜朝7時に皆さんが元気になる情報ほっこりする話、感動する話、えー、お届けしてますのでぜひご登録の方お願いしますもちろん無料ですそれでは行ってらっしゃい